しておっとこれは300クラスかな。危ない、あウィナー HSV フロントから大破、リアからクラッシュ、これは HSV 同士だ、ね、はい、なんという同士打ちだ。3台 HSV が並びましたよね今ね。一番起きてはいけないことが起きてしまった。ストレートですもんね、はい、ちょっと危ないシリアスな局面でしたね。これドライバー大丈夫でしょうか。ファーマンと小暮絡みました。コックピットの中にいたファーマンは出ます。ファーマン大丈夫ですね。小暮はまだコックピットから出てきません、はい、あ火が出た、火が出ています。これはバリアが燃えてますね。エキゾーストの熱をもらったんでしょう。ちょっと小暮くんが動かないですね。脳震盪かなんか起こしてるかな。今マーシャルが扉を開けて、あファーマンも心配そうに小暮のところに近づいていきました。これはセーフティーカー出ますか。あ出ましたか。セーフティーカーが出ました。なんとレース序盤から若干雨がこぼれてきたこと、そして初戦の難しさ相まって非常に難しいレースになりました。かなり後方から激しい勢いでぶつかりましたんでね。小暮はしかしなんとか歩けていますのでこれは幸いでしたが、はい、あそしてパルソニックインパルもこれはどこかエアピンが立ち上がりですね、はい、マシンを止めました。今の2台の争い、この工作とは全く別のところでカルソニックインパルもコースアウトしています。波乱含みの序盤になりました。あま、ね、あ3台 HSV なんですね。そうなんですねこれね、誰も譲らなかったですね。あファーマンが寄せてって狭くなりましたが、うん、間は道上でこれが挟まって3台、まあ、つまり HSV の3ワイドになったんです、ね、そうですね。これちょっとシリアスでしたね。これはすごい。さあこれで大島くんはマージンがなくなるんですね。なくなりますね、はい、ロッテラーはチャンスですね。いやしかしひどいな、初戦からスクラップになっちゃいましたね。そうですね、かなり厳しいですねこれは。 ARTA のフロント陣営2人です。鈴木アグリ代表、それからテクニカルアドバイザーの土屋圭一さん、この2人の今ツーショットをご覧いただきましたけれども、これはでも相当な破損ぶりになってしまいました。これはかなり壊れましたね。そうですね、ちょっとファーマンがエプソンの姿がちょっと見えなかったんですかね。少し右後ろにいたんで、はいはい、エプソンのフロントタイヤとファーマンのリアタイヤが当たったようにちょっと見えましたね一番最初にね。でそれがあって、むしろ小暮君がちょっともらい事故のような感じになりましたね、それからエプソンはこれ間に入ってたエプソンですね。 HSV2 台の大クラッシュの中に、まあ、序盤というかその引っ掛けの中に入っていたエプソン HSV です。フロント右タイヤのエアーが落ちてましたね今。で画面真ん中のエプソンがリードしてたんですが2台が抜きにかかってこのシーンです。そうですね、これで ラルフ・ファーマンがちょっと寄っていくんですよね。ここで当たってしまって、もう道当たったことでエプソンにぶつかられた HSV がバランスを崩して、ね、こういうクラッシュになったというのが真相です。いやしかしただ今のエプソンもどうしようもないですよね。どんどん左から寄ってきてますから、そうです、はい、もうブレーキ踏むしか避けれないですよね。あそこでブレーキはなかなか踏めないと思うんで、これはちょっと8号車の進路変更が、はい、これちょっとなぜかなと思いますね。かなりまずいですね。あのその向こうにエプソンの向こうにウィダーがいるとは思わなかったのかな、それで寄ってったんですかね。ですが、まあ、エプソンはそれ以上いけないということで。そうですよね、はい。いやしかしあろうことかこのホーム鈴鹿でホンダが満を持して投入したこのニューマシン HSV3 台がなんと絡んでしまいました。エプソン HSV はピットに入っていきます。でこの間にレースはセーフティーカー先導で隊列を整えて改めてリスタートを切る形になります。またその準備ができたら状況を追ってお伝えしていこうと思いますが、ちょっと由良さんにこの破損具合を見てどんな印象があるか聞かせてもらえますでしょうか。そうですね、ちょっとまだこの映像だとは何とも言えないですが、まあ、一番自走で戻ってきてるんで、はいはい、この車は一番軽傷だと思うんですね。ただ下野さん、はいはいはい、次のレースまで中1週間しかないんですよね。要するにこれだけのクラッシュをしててですね、はいはいはい、みんな修復が間に合うかって大変な修理ですねこれ。みんなそうですね、はい、おっしゃったのは第2戦のことで、そうです、岡山4月の第1周に組まれてますので、はい、1周挟んでもうレースをしなきゃいけないということですね、はい、そうです、そうするとですね、例えば HSV にスペアパーツがあるとしてもですね、はい、3台分ですよね。なるほどね、これかなり大変ですよね。これは
ちょっといけませんでしたね。いやー、これはきついですね。まあ、HSV 以外もですね、いろいろなマシンたちがこの短いインターバルで車を修復しなきゃならないですよね。はいはい、そうですね。これは相当大変ですよ。さあ、セーフティーカー先導で今レースの隊列を整えました。序盤ですので同じカテゴリーで周回遅れになっている車はないと思いますので、これで全部順位の隊列を整えてセーフティーカー先導でまず500クラスから、そのセーフティーカーランに入ります。うわー、しかし波乱含みと言いましょうか、なんと言いましょうか。ご覧のように HSV2 台が1コーナーで絡んで大クラッシュ、スポンジバリアが炎に包まれるという大アクシデントがありました。